こんばんは。今日はですね、これ2回目の動画の収録になるんですけど、というのもですね、まあ、ビクセンさんのサイトを再度見たらですね、今、この作例画像が、ね、70SS の作例画像、クリック拡大できるようになっていました。日中はできなかったんですよ。ですけどね、まあ、我々の要望が届いたのか分かりませんけど、まあ、そこに感謝をしてですね、しっかり鑑賞させていただき、まあ、その緻密さですね、まあ、おそらくシャープであることは間違いないんで、そこをね、皆さんにも体感していただこうということで動画を収録しています。はい。で、龍之介さんとトークした日中というのは、ウェブブラウザのね、拡大率を 175% で、テキストをね、すごく大きく引き伸ばしたんですね。だけど、写真を鑑賞するときはね、なるべく変な水増しなく 100%、ね、正しいサイズでということで、今ね、ちょっとテキストがちっちゃくて読みづらいかもしれません。はい。が、まあ、2つの作例がありまして、いずれもね、今、クリック拡大できる状態になっています。ですので、皆さんね、ぜひね、気になる方は、ぜひ、ご自宅の PC でね、鑑賞の、まあ、そういう、なんですか、設定とかをね、きっちり 100% に合わせて、正しい状態で、クリック鑑賞してみてください。はい。じゃあね、見ていきたいと思います。まず1つ目がですね、まあ、これは馬頭星雲と、オリオン座の中心部ですね。はい。こちらは直焦点。VSD70SS 鏡頭に 385mmF5.5 の直焦点で撮っています。カメラはって言ったらペンタックスの 645Z ですね。まあ、中盤カメラ、中盤カメラって言ってもね、いろんな種類があります。規格があって645とかね、67とか69とかってね、どんどんでかくなっていくんですけど、昔私ね、フィルムの時代に69サイズのフィルム使っていましたけど、まあ、この645っていうのは一番スモールサイズですね。フルサイズの面積比で言うと 1.7 倍ぐらいの大きさらしいです。で、画素数が5000万画素、5140万画素ですね。ですので、まあ、計算、理論的にはですね、5140÷1.7 で、暗算できないけど、まあ、3000万画素ぐらいですかね。3000万画素のフルサイズのピクセルサイズ、ね、1画素あたりの面積ってあるでしょ。で、まあ、ここ最近ね、私が使ってる、龍之介さんが使ってるカメラっていうのは、使おうとしてるのは、α7R4 に使われてるソニーのセンサーですね。あれが6000万画素なんで、まあ、それと比べると、ピクセルサイズが若干大きくなると。はい。いうところは、まあ、ご了承いただき、ね。で、ただね、シャヤは非常に広いと。ね、フルサイズの 1.7 倍ありますんで、このね、縦横比見てもですね、このアスペクトは私すごい好みですね。はい。普通のフルサイズのね、3対2でしたっけ ?36-24。あれ結構縦長な感じしませんか ?A4 サイズにね、普通に出力すると、まあ、結構縦長。はい。で、横がちょっとこう余白が余るような感じなんですけど、まあ、そんな中ですね、この645っていうのは非常にね、縦横のアスペクトが良好かと感じました。はい。じゃあね、ちょっとクリック拡大していきたいと思います。はい。オリオンの中心部ね、こちらになります。ちょっとね、私目を近づけて鑑賞したいと思いますんで、モニターをですね、こんな感じで、はい、目を近づけます。ちょっとね、老眼なんでね、うん、もうね、このサイズがすでにですね、もう A4 サイズ超えてるんですよ。で、ディスプレイの解像度は 4K です。4K なんですごく緻密ですね。はい。めちゃくちゃ緻密なんですけど、墨を見てもですね、まあ、いわゆる中盤の墨のサイズね。はい。を見ても、プリントクオリティで全く製造の肥大を感じません。はい。全くね、製造の肥大。大きくなってるっていうのを感じません。はい。なので、基本的にはね、やっぱり、中盤がフルで使える、645Z のね、まあ、隅々まで使えるカメラ、望遠鏡であることが分かりました。これが一つ目の作例ですね。はい。で、二つ目の作例もね、見ていきましょう。こちらですね。まあ、こちらは、まあ、カモメ星雲 IC2177 でしたっけ。冬の天の川ね、上にバラがあって、はい。にある非常に、ね、魅力的な対象です、はい。こちらもですね、直焦点で撮ってますね。70SS 385mmF5.5 ですね。で、ペンタックスの 645Z、ね、ラージフォーマット、645、の中盤サイズで撮っていると。で、露光時間が60分であると、はい。こちらもね、クリック拡大してみましょう。ポチッ。はい、出てきました。まあ、かなりね、重いデータをね、フルサイズで、フルデータで載せてくれたんですかね。はい、こちらもね、ちょっと目を近づけて
鑑賞したいと思います。はい、 4K ディスプレイでね、ちょっとねこれライトも消そっか、邪魔だから。ああ、中心といい隅といい、もうほとんどですね、あの周辺のあの製造のそのぼやけとかね、改造の消失みたいなものはほぼほぼ、はい、ほぼほぼ感じないですね。はい、まあ、若干本当に隅の隅、例えばこういったところとか、本当にこう隅の隅、この一部とかねが若干そのまあ像がマイルドになるかな、ソフトになるかなっていう程度で、これね印刷クオリティではね全くねそのわからないレベルですね。はい、なので事実上の中盤対応と言えるかと思います。これはあの高橋のね、まあ、今回出た FCT 京都にはない、明らかな、まあ、スペック差なんで、こういったところをね価格差、と捉えて、まあ、将来的にね中盤カメラ使いたいとか、はい、まあ、いろんなアプローチがあると思いますけどね、今やんないのかな、モザイクでこうやって撮ったりとかね、イメージサークル広いからこうやってシフトしながら撮ったりとか、ね、今やんないのかな、そういうこと。はい。まあ、いろんなアプローチがあると思いますけど、やっぱりね、広いのはいいことだと。大は小を兼ねると。はい。言ったところで、まあ、実際にね、まあ、この 645Z をつけても、まあ、しっかり実写画像レベルで、あの、もう本当に、まあ、合格どころかね、もう素晴らしいと。隅々までね、星を、まあ、こうやって拡大するとわかるんですけど、全部ね、円形、深淵をとどめていると。カメラレンズみたいなね、変な三角とかおむすびみたいなね、まあそういうコマ修作的な、形のね、崩れとか、いびつさとかね、あと、既製造の変なハロとか、色づきの軸上色修作のね、色にじみとかね、なんかほら、カメラレンズでね、昔のレンズとかあったらあるじゃないですか。ああいったものがないですし。で、まあ最新のカメラレンズでもね、まあお高いレンズとか、私だったらソニーだから G マスターレンズとかありますけど、絞っていくとね、やっぱりね、シャッシャッシャッシャってスパイクみたいなウニが出るんですね。あれは天体写真屋はね、すごい嫌うんですよ。はい。ですので、そういうものもね、一切ないし、まあ本当にね、高清像が一つ一つ、非常にこう、自然で豊かな階調で、そして隅々までシャープな製造が撮れると。645サイズでね、撮れるということが分かりました。はい。ですのでね、まあ気になる方はですね、まあ、こういう高精細ディスプレイなんか特にいいですね。私 4K ディスプレイ持ってるんで、まあ、このサイズでこうやって拡大して、全体で鑑賞すると。で、気になるところがあったらこうやって部分的にですね、はい、こうやって見てね、まあ、どうなのかなって、うん、で隅の方を見ても改造の落ち込みってこうやって拡大してもですね、ああこれちょっと僕で見えないか、例えば右上の端を見ると、まあ、こんな感じですかね、もっと上か、うん、ほら全然問題ないでしょこれ、うん、これ今 100% 表示です。全然問題ないですね。はい。なので、いやもうこれね、本当にね、究極の究極言うと645サイズの、まあ、CMOS カメラ、カラーなりモノクロなり、はい、で撮るのが一番究極ですね、はい、一番の極みだと思います。でそういったことがこの望遠鏡だったらできるよって、他の望遠鏡ではなかなかできないところ、この望遠鏡だったらできるし、このような作例が、まあこれはデジカメですけどね、はい、こういう作例がある以上、はい、まあ、極めていけると、はい、いう楽しみがあるんじゃないでしょうか。はい、ですので、まあせっかくね、ビクセンさんがこのようにね、画像差し替えなのかわかりませんけど、クリック拡大で大きなね、オリジナル画像を、差し替えていただいたんで、紹介させていただきました。はい、私はまあね、ビクセンユーザーではありません。まあ、あの高橋をね、今後使っていくんですけど、まあ、ビクセンさんね、本当にあの満を持して、まあ、まだね、年末にもなってないこの10月の段階で、これをリリースされたこと、本当にね、良かったなっていうふうに思います。龍之介さんがね、これでいい作品を撮って、私のね、またこのチャンネルで、ぜひね、紹介していただけたらなっていうふうに思いますので、期待を皆さんね、していきましょう。そのわけで本日は VSD70SS の作例をね、クリック拡大で鑑賞するということで動画を収録させていただきました。以上です。ありがとうございました。